にちは。こんにちは。夜へ。時間じゃない。夜へ夜。稽古終わりですので、ただいま10時ぐらいです。夜10時。こんばんは。今日のニュースですみたいな。今日のニュースですよ。今日の。やばいな。こいつやばいな。こいつはやべえやつが来た。やばいな。はい。どうぞ。アクションモブで参加してくれるアヤポンこと上田あやみちゃんです。上田あやみです。よろしくお願いします。どっち向いてて。はい。何歳だっけ？19歳です。19歳。なんで、誰と同い年だっけ？リナッチです。リナッチと同い年。そうなんですよ。19歳。最年少2人。最年少。リナッチ。そうなんです。この間お誕生日祝ってもらって、一撃屋さんに。あ、そうや。そうです。私まさか祝われると思ってなくて、上松さんかなと思っててどうしたの？そうそう、4人まとめて祝うという。そうです、そうです。7月生まれの皆さんはね、美味しかったです。あ、ちょっと、あれ、通りすがりの、あ、通りすがりの方、あ、すいません、あ、お疲れだ。何ですか、そんな茶番いいね。そんな茶番いいね。めっちゃ荷物多いね。私持ってあるんですね。棒がね、棒がね、すごいよ、視聴率が。視聴率？これを持って電車に乗ると、誰もが一瞬パッと。そうですよね。棒？コーナーのシール。いや、コーナーのシールの方やと思うけどな。この棒を振って乗って、座席のあの荷台の、荷台置くとこのこの掛けるとこにサンって刺して、こう立てかけた状態で、こうしたら、すごい、え？みたいな。こういうと棒持ってるけど何ですか？そうですね。三蔵法師みたいな。三蔵法師ってあれですよね。三蔵法師ってあれですよね。悟空ですよね。おかしいねんけど。あれだ。いや、あってんねんで。三蔵法師は悟空じゃないんやで。動画でも出てる。動画の一発目をね、こんにちはって言って、この真っ暗の中。じゃあ私どこでもこんにちはなんで。おはようございますじゃないんや。どこでもおはようございますね。こんにちはです。こんにちは。挨拶はおはようございます。なんで通りすがりの人そっち行くん？挟んでよ。え、アイコンの話していいの？いや、アイポンの話をする回や。あ、そうです。アイポンは共通点があるんですよ。え、あのね、あの鋼の錬金術師およびあの鋼の錬金術師で主人公のエドワード・エルリックを演じていた女優で声優のパクロミさんのファン。で、これな、衝撃の事実がこの間発覚してんけど、長谷川くんおるやん、長谷ぴょん全く一緒やった。3人目現れた。長谷ぴょんもしかも長谷ぴょんはそれを鋼のアニメ見て、そのすごい人がおると思ってパクさんのこと知って、そっから、はい、声優って職業を知って、そっから俳優になりたいと思って、だからルート一緒の3人がこの奇跡すごいな。パクロミさんきっかけです。この舞台に見に行って、舞台って面白いと思って、で、まあ、横島な気持ち半分のいつかこの人と一緒に仕事がしたいと思って、横島な気持ちで演劇に入った。一緒です。一緒なんです。私も東京まで一人で見に行きました。そうだから、多分ハセピョンも舞台見に行ったって言ってたから、ハセピョンもアヤポンも私も多分3人でカラオケとか行ったら死ぬほど盛り上がると思う。え、もうパクロミさん の、うん、あのアニソンアニソン縛りやりたいね。歌ってるやつ。パクロミさんなんや、鋼じゃなくて。あのパクさんが好きで、パクさんが共通項で、鋼きっかけでパクさん好きになってからズブズブの3人っていうつながり。あ、ちょうど昨日メルカリで鋼全巻、うん、あの買いました。あ、そう。メルカリ逆に持ってなかった。便利やな、メルカリ。いつもゲオで借りて、あ、そうなんや、返すのがほんまに悲しくて。はいはいはい。いや、もうこれは買うべきやと。アニメも Q も C も、うん、もう何回も見返してます。わかる。わかる。めっちゃおもろいよな、あれ。何回見てもさ、でも肩で負けるしさ。でも漫画は私も全巻持ってます。そうやね。ハガレン、そうなんですか。私もハガレンは好きなんです。ただ、あの漫画の段階で止まってるので、本当に DVD 見てほしい。いや、本当にマジで。アニメ見てください。すごいで。いや、なんか、全然迫力死んでないから。ちょっと、でも鋼の錬金術師の話をする回じゃないんですよ。鋼の錬金術師が、ね、絡むと、ちょっとここダメになる。でも、ハセピョもダメになる。もう一本言いたい。そうそう、もうちょい喋りたいけど、カラダがダメっていうから、めっちゃ、うん、あのですね、8月出てくれる清水健一さんも鋼好き。ですよ。めっちゃ意気投合したんで、清水さんと、鋼はほんまに面白い。なんで綺麗に完結したの？いや、そうそう、もう全く同じことにしてた。全く同じこと。これ、その動画を清水さんが見ることはないけど、清水さんも、いや、もうあんなに綺麗に終わった漫画はないよって言ってて、わかります。最終回は美しかった。いや、もうほんま、あの語りたい、語りたい。いや、もうほんま語りたい。あの、最初の開いた時のカラーミラーのちょっとうわ、これヒューちょっとこれはね、もう無理です。止められない
あの誰も止める人がいます。すごい好き、人生で一番好きやから。それはもう伝わったから。本当に。マジで鋼の錬金術師好きなんて見に来てほしいね。いやもう本当に。ほんまに。いや本当に。その理由を言いなさい。ね、だから今回の敏将棋はですね、すごいなんか、まあ、前にもなんかの、うん、何これも敏将棋日報か。うん、で、あのガンガン、月刊少年ガンガンで連載してそう感がすごいって話をしてて、で、表出す台本読んで世界観とかも。で、まあ、先日オープニングがつきましたやんか。うんうん、オープニングの入りとかがもうめっちゃ、なんやろ、その、ガンガン系列の雑誌で連載されてた漫画がアニメ化した時の第1話っぽくて、これはやばいってなって、なったんです。うん、なったんですよ。いやだから、鋼好きな人は多分好きです。絶対好きです。絶対好きやと思う。そのまあ西洋の感じやし、まあ、兄弟じゃなくて姉妹の話ですけど、姉妹の話やし、その世の中に対して2人で戦っていくっていうか、姉と妹の絆の話なんで。めっちゃ似てますね。そうやね、なんか、エヴァ・ドラグリになりたいね。なりたいですね。今気づきました。あやぽんもなりたいね。なりたいよ。もうみんななりたいよ。その多分ホセピョンもなりたいよ、知らんけど。自分で声に行ってきたかなとか思う。また剥がれに戻りそうやったから来たわ。いや本当助かる、うん、はい、ありがとうございます。アイポンはおいくつなんやっけ。19歳です。若いな今年。今回一番若いのはだからこの通りなんですか。同い年です。同い年か。萩原さん残念ながらもう人触りしたんですよ。最初にしちゃったんです。どう逆にその一番若い人から見てこのおじさんおばさんたちはどう頑張ってる。えなんか、うん、私なんかすごいな。えなんて言うんですか、人段階酸いも甘いも経験されてる。いやすごい、すごいやつやな。酸いも甘いも経験したい。酸いも甘いもさな、私にはまだ経験したことないよ。10年分多分経験してるな。うん、そうね、っていうのが、うん、なんかオーラから出てはるから感じ取れる。わかりますね。やっぱ私はまだ感じ取ってもらえたら。そうですね、私はまだ、うん、なんか何もまだペーペーな感じだ。今前もこれから。そうですね、これからやで。すごい、お盛ん出てるって。嬉しいけど。お盛ん出てるって何だっけ。私じゃなくて私23です。そないやん。おかしい、おかしい。結構並びに入ることないですから。まあでも大体どうです。いや違うよ。違いますよ。何言ってるんですか。ダメやな。まだ25、アンダー25ですから。えなんかでも私からいや違う違う違う、あ事務所にそういうふうに言われて。事務所入ってない。なんでなんですか。お母さん事務所。お母さん事務所。何なんですか。ママタレの事務所に。マザーズかな。マザーズに入ってんのやろ。マザーズに入ってないですよ。マヤだよ。なんで藤島の主人公やったの。マザーの話だ。マザー。ママみたいな。なんでオーディション受けてくれたかの話をした。してない。あ、なんでオーディション受けてくれた。なんか、うん、あの事務所の方に、うんうん、なんかおすすめの劇団員さん聞いたときに、劇団聞いたときに一撃屋さんの名前が結構上がって、嬉しい。で、あのちょうどあのアクションモブその時にオーディションあって、行ったれって。ほんまにこれは運命と思って。可愛い。これね、だから家でもよくあるパターンだけど。一撃屋さんをおすすめする人がどの一撃屋さんをおすすめしてるか。そうそうそう、いろんな一撃屋さんがあるから。そうやね。これが一撃屋さんをおすすめしてる。偽フェスティバルやった場合が一番やばい。いやいや。その私が一撃屋さんを知らないときに、うん、何々さんの盾がほんまにすごいから。あ、じゃあ大丈夫や。って言ってはって。じゃあ大丈夫。よかった。その方の元で教えてもらったらほんまにいいよってめっちゃ言われて。めっちゃじゃあ順調に運命感じて、その通りやん。すごい。それはじゃあ正しい。どうしようそれなの、うん、ペットマインドがーってなったら。ちょっとごめんなみたいな。歩きまえるのかみたいな。でもなんかちょうどその私アイドル地下アイドルやってた時があって、うんうん、その時のファンの方が一撃屋さんずっと見てはる方で、うんうん、西村さんの話とか仲良くなっときよみたいな。なりましたよ。やった。やってくれはって。そうなんやと思って。それはすごい。いやだから、うん、そうオーディションの時ももうあやぽんの何やろ裸一貫来ました感が私はすごい楽しくて、なんかもう一撃さん見たことないですけども熱意だけはいけませんっていうのがもうめっちゃ伝わってきて、いやでもすごいな。それがめっちゃすがすがしかった。なんかほんまに私も任せてください、体力はあります、もうめっちゃ日頃走ってます、もうマジ体力ありますっていう歌わせてください、歌いますみたいな感じがもうめっちゃ気持ちよくて。
よかったそれね、よかったね。そんなアヤポンの第一ミッションの盾を一回なくしちゃったからね。あ、違う任務をちょっと。でも、あ、そう、やっぱ、ね、ピンショーキ冒頭でアヤポンとっても大事な役をやってくださったんですね。はい、そうなんですよ。ラッキーガールでしかありませんパンチライン来たな。ラッキーガールでしかありません。パンチライン来た。本当にこれいいな。めっちゃ似てると思うんで。気に入った私。これ流行語大賞外部からの外部からのなんか抜擢があったらもうこれはラッキーガールでしかありません。ラッキーボーイでしかありません。あるかもしれない。いや言ってこう覚えとかだし。いやほんまラッキーガール。何かあった時を。だから大事にしようか。使ってください。私はラッキーガールしかないですね。オープニングはぜひご注目ですね。そうです。ポンが頑張ってます。はい。頑張ります。かな？かな？うん、そんな感じかしら。ちょっとでも意気込みいつも聞いてるから。意気込みをじゃあ言ってよ。意気込み。意気込んでよ。あ、じゃあ、あの根性は誰も負けません。聞いた。それオーディションで聞いた。あの8月はあのまだド素人感出てるのが嫌なんで。8月も 8月頑張ります。全部頑張ります。ダメだ、もう一回入れたい。もう一回入れたい。全部頑張れ。全部頑張ります。全部見に来てください。はい、はい、頑張ります。待ってます。イエイ。